ッテマリーンズ対読売ジャイアンツのゲームを解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。ファウルグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは DH 柳田。戸郷、まずは先頭バッターを打ち取っています。まず打ちをついてきました。154キロがいきなり出ました。低めの球、これは外れます。ボール先行です。引っ張った、取りました。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスは3番ソト。ツーアウトランナーありません。先発ピッチャー東郷、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。ストレートのフォアボール、ストライクが入りません。これが初球、最初は変化球できました。ボールになります。ちょっとカウント苦しくなっています。まあ、甘い球はねしっかり仕留めたいですね。そうですね。さあ、何を狙っていくか。次が4球目、これで3ボール。厳しくなったか。そうですね、バッターをね意識しすぎたかもしれません。まあ、そうですか。制球定まっていません。さあ、そして打席には太田が入ります。さあ、得点圏には先制のランナー。まず初球しっかりと見極めました。その球は見送ります。切れてますよね。はい、変化球が決まっています。抑えのキープ、いいボールですよね。はい、外のストレートがストライク。さあ、追い込みました。打ちました。このフライはヒットになりそう。吉田良久間。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。バッターは柳田。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。さあ、初球は何か。最初は変化球できました。ファウルです。次が3球目、高めギリギリです。ワンボールツーストライク。さあ、勝負してくるのか。打ちました。ピッチャーが取る。アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている掛布。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。引っ張った。この打球は落ちるか。どうだ。ワンバウンド、ヒットになりました。まあ、ここは長打を警戒して低め低めで来るでしょうね。まあ、そうですか。次が2球目、いいところに決まってますよね。はい、変化球が決まっています。いや、あれを打ちに行くのは難しいでしょうね。はい、外のストレートがストライク。ワンボールツーストライクです。打ちました。取った。セカンド、フォースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。2回になります。ジャイアンツの攻撃、打順は6番吉田。マリーンズ、得点に動きはありません。0対0で最終回を迎え、初球打ち、ここは打ち上げています。バッターは7番に入っている小野崎。戸郷、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、スピードボールを持っています。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。バッターボックス源田、ツーアウトになっています。この回の戸郷、早くもツーアウト。バッターボックスには代打の張本。ツーアウトになっています。
この回の戸郷、早くも2アウト、まだ3球しか投げていません。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。インハイ、際どいコース、ボール先行です。打ちました、セカンド取る、一塁アウトで3アウトチェンジです。ここでジャイアンツ守備を変えてきました。2回の裏、さあマリーンズ、この回は4番から始まります。オースティンが打席に入ります。三遊間うまくさばいて一塁アウト。バッターボックスには5番浅村。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました、ストライクです。内へのボール外れました。高めの変化球で空振りを取ります。ワンボールツーストライクと追い込みました。打ち上げた、掴んでツーアウト。バッターボックスには6番佐藤、ツーアウトになっています。初球から打っていった、抑えてスリーアウト。3回に入ります、ジャイアンツの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは9番の甲斐。マリーンズ得点に動きはありません。0対0でバッターボックスには代打のズレータ。マリーンズピッチャーが変わります。一打先制の場面で取りました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには福本が入っています。こういう大事な場面で怖いバッターが続きますが、なんとか抑え切ってほしいですよね。さあアウトカウントが一つ増えましたが、ピンチは続きます。インコースまっすぐ、さあ次の投球で注文通りのゲッツーに仕留められるんでしょうか。ここは見ます。いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール、これで3ボール。際どいがあっとフォアボールです。マリーンズピッチャーが変わります。一打先制の場面で大きな変化球、ボールになります。ここは見送ります。3球目は何で来るか。これは低めストライク。4球目は何で来るか。いいボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール、押し出しの先制は避けたい場面です。先制のランナーが帰ってきます。押し出しです。バッターボックス外、マリーンズこの回1点を失っています。さあついに得点を許し、なおも得点圏にランナーを背負った場面。変化球打った、ショート2塁アウト、ダブルプレーで3アウト。ここでジャイアンツ守備を変えてきました。マリーンズ最後の攻撃になります。打順は下位打線に入っていきます。バッターは栗原。マリーンズ1点ビハインド、ジャイアンツピッチャーが変わります。一打ストレート打った、掴んだ、二塁へ送球、二塁アウト。ツーアウトランナー三塁と変わります。さあそして打席には今宮が入ります。さあバッターボックスには代打の森。さあ面白い場面となりました。赤星さん、この一打同点の場面でカードを切ってきました。そうですね、まあここは確実センターへ、ワンバウンドヒットになった。さあいい送球をするキャッチャーなんで、死ににくいかもしれない。
バッターボックスには代打の宮崎。いやー、西さん、最高の場面になりましたね。うん、ここで決めたいですね。そうですね、この起用に応えたい。初球空振りです。変化球、これは胸元へ。ノーボールツーストライクです。ストレート打った、抑えた。一塁送球アウト。これでスリーアウト。最後追いつきましたが、サヨナラはならず、試合終了です。ゲームは引き分けながらも規定によりシバロッテマリーンズが勝利。